ウカゲリンは、新末の官僚。字は次等、またはテイ、帝。吉林白等治め町出身。1859年に紳士になり、1862年に管理委員編集となった。1878年、入地方をめぐって朝廷は、高市ツを派遣して、ロシアとの協議に当たらせたが、高市ツは、翌1879年に、 ロシアに大幅に譲歩したリバディア条約を締結した。ウカゲリンは朝のほら、王体、カオル、朝ハイリンと連名で、高ア圧を処分するように上層した。朝廷はこれを受け、リバディア条約の承認の拒否と、高ア圧の問責を決定した。1882年、湖北省茨良世道となった。この年は、州で河川が氾濫し、多くの田畑が被害を受けたが、 ウカゲリンは両米を放出して被災者の救済にあたる。一方、農民を組織して堤防の修築にあたらせた。またウカゲリンは、学問を重視し、慶州書院を創設して、著名な学者を山町に招き、人材の育成に努めた。1885年に、関東アゼチとなり、翌年に、雲南なおふとなったが、母の死のために赴任しなかった。 1890年には台湾不正史となった。1894年、日清戦争が勃発すると2万人の兵を集めて国旅交将軍育丹河を補佐した。1895年、雲南不正史となり、1899年には暗記不正史となったが、不妊前に湖北巡部に昇進した。翌年、河南巡部に移動。1900年、 ワダ団の乱で北京は外国軍に占領され、ドイツ・フランスは何かの気を伺っていたが、ウカゲリンは、河北のキリスト教徒殺害犯を処刑し、教案を解決して付け入る隙を与えなかった。清廉な官僚として知られ、汚職には厳正に対処した。晩年は、ないように偶居した。ありがとうございます。